引き上げ者、引き上げ者とは、第二次世界大戦、太平洋戦争の敗戦によって、台湾、朝鮮半島、南洋諸島などの外地や、日本から多数の入植者を送っていた満州、法律上は外国、また内地ながら、ソ連侵攻によって、実行支配権を失った南カラフトなどに移住、居住していた日本人で、 日本軍の敗北、降伏に伴って、日本本土に引き上げすなわち帰国した、海外在住日本人を指す。引き上げ者の故障は、非戦闘員に対して用いられ、外地、外国に出生し、その後帰還した日本軍の軍人は、福音兵、福音者と呼ばれた。敗戦時には、軍人、民間人、計660万人以上が、海外に在住し、引き上げした。 日本人は1946年末までに500万人に上ったが残留日本人の数や実態については現在も不明である。引上げ者の定義について法律では引上げ者給付金等支給法第2条第1項や引上げ者等に対する特別交付金の支給に関する法律第2条第1項に規定されている。GHQ スキャップのダグラス・マッカーサー総司令官は、人道的立場から引き上げを早期に終了させるつもりでおり、GHQ 司令で、厚生省が引き上げ援護庁を設置し、行政事務を行った。1945年11月24日、厚生省は、佐世保、博多、鹿児島、唐津、仙崎、宇治名、舞鶴、田辺、名古屋、浦賀。 箱館の11カ所に地方引き上げ援護局を設置するよう告示した。東南アジア、台湾、中国、朝鮮半島南部、北緯38度線以南などからの引き上げは、ソ連軍占領下地域の満州、朝鮮北部、北緯38度線以北などと比較するとスムーズであり、1946年には9割以上達成された。また、 在外府警救出学生同盟は朝鮮に渡航し、近日生に直訴した。1948年には、引上げ者団体全国連合会が発足した。引上げ者や福音者の就労のために戦後、開拓事業がなされた。GHQ は、外地からの内地への資産持ち込みによるインフレーションを懸念し、引上げ者が持ち込んだ通貨、賞金類の多くを税関などで予託させる。 持ち込め制限措置を行った。税関は1953年より予託品の返還を行っているが、50年以上経った現在でも持ち主が現れない現金、証券類が保管されている。アメリカ軍の軍政下に置かれた沖縄への正式な引上げ事業は、本土よりも遅れて1946年に開始されたが、それ以前に民間船による密航で、 自力帰国したものが多い。1945年昭和20年11月1日、台湾疎開から沖縄行きの引上げ船が遭難して約100人が死亡する栄丸遭難事件が発生した。1945年昭和20年8月9日から枯布と満州朝鮮半島へのソ連侵攻が始まり、1945年8月15日の ポツダム宣言受学により、日本軍が武装解除した終戦の日以後もソ連軍は侵攻を続けた。カラフト侵攻においては8月22日に、カラフトからの引上げ船小笠原丸、第2号侵攻丸、タイト丸などを国籍不明の潜水艦が攻撃し、沈没1700名以上が死亡した、三船巡南事件が発生した。国籍不明の潜水艦は後に、 ソ連軍の L-19 であることが発覚した。なお、ソ連軍の潜水艦 L-19 も原因不明だが沈没している。満州や朝鮮半島の北緯38度線、伊北などソ連軍占領下の地域では引き上げが遅れ、満州からの引き上げはソ連から中華民国の占領下になってから行われた。満州においては混乱の中期国の都に着いた。 開拓者らの旅路は険しく困難を極め、食料事情や衛生面から帰国に至らなかった者や、祖国の土を踏むことなく力尽きた者も,のも多数いる。朝鮮半島の北緯38度線以北にいた日本人は引上げ事業の費用負担をソ連のどの省が負うのか責任の先送りの間に栄養失調や飢えや病気で約3万人以上が死亡した。 また、20万人が自力で、北緯38度線を越えて、日本へ帰国した。ソ連軍占領下の地域では、ソ連兵や中国共産党軍、朝鮮人民義勇軍や朝鮮保安隊、及び暴徒化した、現地住民の朝鮮人による、日本人住民への暴虐行為や拉致があった。米田健造は、不助死の強姦は、有史以来、戦争には、 つきものとされるも、先の大戦での満州、朝鮮における日本人婦女子の強姦は旅を越して凄まじいものであった。朝鮮人、朝鮮保安隊のレープは残虐を極め、強姦、婦人の要求は報いとして感受できる被害とは到底言えるものではなく、ベルリン等ドイツ全土では200万人のドイツ女性がレープされた推定されるが、朝鮮人、 朝鮮人の保安隊に侵される様は、ベルリン同様と述べている。ソ連兵は、規律が緩く、占領地で強姦、殺傷、略奪行為を繰り返したため、戦後の日本において、大祖感情を悪化させる一因となった。朝鮮人も朝鮮半島で、ソ連兵と同様の行為を行ったと言われており、強姦により妊娠した引き上げ者の女性を治療した2日、死保要所の記録では、 相手の男性は、朝鮮人28人、ソ連人8人、中国人6人、アメリカ人3人、台湾人、フィリピン人、各1人となっている。夫の前で、ソ連兵にレイプされ、生産狩りで自殺した婦人もいた。港南の日本人収容所では、ソ連兵が、マダム、ダワイ、女を出せとはめき、女性を発見すると暴行した。 日本人女性は暴行されないように単発にしたり、断装や顔に墨を塗った。また、中国共産党軍と朝鮮人民義勇軍は在留日本人に強制徴兵や強制労働を犯したため、それに対する放棄とその後の虐殺などで1946年2月3日の通過事件のような事件が起きた。引上げ列車に乗車後、乗り込んできた中国共産党軍によって拉致された。 不助子もいた。洋子川島和トキ図による自伝的小説、竹林遥か遠く日本人少女、洋子の戦争体験記でも被害が記載されている。ソ連占領地からの引き上げの遅れは、ソ連が日本人捕虜をシベリア開発に利用しようとしていたこと、満州地区が国境内戦で正常不安定だったということなどが影響したと見られている。 関東軍の軍人と共に、民間人の一部もシベリア抑留の対象となり、強制労働に従事させられた。1945年6月時点で、在満朝鮮人人口は216万3115人とされ、また実際には230万人いたとも言われる。終戦後、在満朝鮮人は引き上げを開始し、 1946年まで71万4842人が、1947年までには80万人以上が、朝鮮へ帰還した。終戦前に引き上げた、朝鮮人もおり、その引き上げの理由について、国民党のエンツネオンは、ある環境、朝鮮人は一貫して悪い行為をして、国人、中国人の報復を恐れ、ある環境は、資産がかなりあって、 治安のの未回復を、を心配し、しとに、祖国の降伏を統計したためと述べている。中国国民党は1946年5月から日本人総監を開始した。1946年12月には米軍と国民党によって在満朝鮮人2483人が南朝鮮に帰還した。 中国からの引き上げは1953年3月23日に再開され、高安丸、高山五丸が3968人を乗せて、舞鶴に入港した。終戦時における在台湾日本人は、軍人が16万6千人余りを含めて48万8千人余りであった。国民党政権は台湾官兵前後連絡部を設け、安藤総督が部長。 須田実の商務局長が副部長に任命された。実際の業務は副部長が当たった。引き上げは軍人から始められ1946年2月に完了した。一般人については、日本国内における食糧難をはじめとする混乱を恐れこと、台湾の生活に馴染んでいること、台湾人からの報復もなかったことから、約20万人が台湾に留まることを希望した。しかし、 国民党政権はインフレ等の社会問題の発生もあり、大量の日本人が台湾に残留することを望まなかった。一般人の引き上げは1946年4月20日に完了した。引き上げ者一人当たり現金1000円、途中の食料、リュックサック2つ分の必需品の持ち出しのみ許さた。台湾からの引き上げ者は46万人弱であった。 国民党政権が必要だとして2万2000人弱の技術者や教師が抑留者として一時台湾に残された。引上げ事業が一段落してからは、在外財産保障問題が起こった。また、戦後60年を超えた現在に至っても、中国大陸で親子行き分かれ死に分かれとなった、中国残留日本人孤児などの問題を残している。ここでは5十音順に一部のみ示す。 関連する作品武士などで登場した人物は除外した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。